Welcome back. Let's get ourselves, actually, the Shaita bedroom scene. I mean, I've got affection up and stuff like that, which means some of her events have opened up, obviously. You know how it is, but may as well see about getting her bedroom scene sorted as soon as possible. Let's move in quickly. Hugs, always go for the hug. People out there, this is my advice to you. Go for a pat on the head. Come in with another hug. Hugs always win. And a lovely holding of the hand, I feel. Yes, lovely, lovely. It's very restrained. What's the best way of putting it? It's very... It's not showy or anything like that. Even like the frill line around the neck and all that type of stuff, it's like it's not... Again, not showy. I think that's the best way of putting it.不思議って何がだ?こうしてあなたと一緒にいることが、すごく不思議。ああ、知り合ったのも最近だしな。もし嫌だったら無理しなくていいからな。大丈夫。嫌ではない。あ、そっか。ならよかった。あなたとは、もっと話してみたいと思っていた。そうなのか? あなたの戦いぶりを見て、そう思ったの。この感情が何なのかはわからない。でも、あなたと話したかったのは確か。シエータ。ああ、俺もシエータとこうして話したかったよ。私と?ああ、そうだよ。私は、 対峙した相手を切るだけの存在だった。でもあなたと話すうちに、あなたに抱いているのは、切るという感情だけじゃないと気づいたの。信頼してくれているってことかな。だとしたら嬉しいわ。信頼?そうね。そうかもしれない。でも、あなたはどうなの? 私は性合騎士との関わり合いを避け、やがて無音とまで呼ばれるようになった。その理由は、私が対峙するものを全て切ってしまうから。それでもあなたは、私が怖くないの? ああ、怖くないよ。 どうして? シエタがその気になってれば、俺はとっくに切られてるはずだからな。そうはなっていないってことは、 シエタに俺を切る意思はないってことじゃないか。それに、こうして話してみても、信頼できる人だって分かったし、怖くないさ。そう。あなたは不思議な人ね。当たり前のことを言ってるだけだと思うけど。そういうところが、やっぱり不思議。安心して。もしもあなたを切るとしたら、 正々堂々と正面から切ってあげるから。ああ、やっぱりちょっと怖いかも。怖い?ごめんなさい、言い過ぎた。ああ、違うんだ、今のは冗談だよ。大丈夫、シエタは怖くないから。冗談?そう、人との距離感は難しい。 俺でよければ、距離感をつかむ練習に協力するぜ。ありがとう。なんだ?急に見つめてきて。それに、顔が近いんだが。あなたといると落ち着くのはなぜだろうと思ったから。近いのは嫌?いや、そうじゃないよ。ちょっとびっくりしただけだ。そう。 Well, obviously that scene was quite short. It's a bedroom scene. So let us go view a Liz scene. Ah, Kirito! ちょうどいいところに来たわね! Yo, Liz. 何か俺に用なのか? 実はね、 Kirito から私をサードレさんに紹介してほしいのよ! サードレさんに? ええ、私、サードレさんに弟子入りしたくて。弟子入り?
でもサードレさんは鍛冶師じゃなくて細工師だぞ。分かってるわ。だからこそ弟子入りして細工を学びたいのよ。私は鍛冶屋、このマシニストのスキルのおかげで他の物質を形質変換して武器を作ったりできる。でも武器のメンテとかさらなる強化にはちゃんとしたこの世界での技術が必要みたいでね。なるほど。スキルでできるのは作成まで、その他はこの世界での鍛冶や細工の技術がいるってことか。そうよ。この世界での鍛冶は炉を使って武器を鍛える。細工はのみやヤスリで武器を削って作る。それで武器の品質を保ったり手入れをするには細工の技術が適しているって聞いたの。なるほど。確かにそれは言えてるかもしれないな。研磨技術にかけては細工に勝るものはない。ええ、だから私細工も学んでもっとできることの幅を広げた鍛冶屋になりたいの。お願いキリト、私をサードレさんに紹介して。分かったよ。そんな熱意があるならサードレさんも引き受けてくれるかもしれないし、会いに行ってみよう。無理じゃよ。わしは弟子など取ったことはないし、これからも取る予定はないんじゃ。そう言わずお願いします。うちの店は忙しくてあまり余裕がないからの。教え取り暇などないぞ。それにジョーちゃんは鍛冶師じゃろ。なら細工まで身につけようとするのは随分と欲張りな話でないかの。鍛冶だけじゃなく細工を学んでより鋭利で実用的な剣を作りたいんです。それから武器のメンテじゃなくて調整も細工の技術を使った方が仕上がりがいいと思ってます。おお、ジョーちゃんは細工に偏見はないってことかい。偏見？うん。世の中の大半は鍛冶の方が細工よりいい武器を作れると思っとるんじゃが。偏見なんて、むしろ尊敬してます。キリトの夜空の剣を作ったのはサードレさんなんですよね。ああ、大事な国連岩の砥石を6枚もすり減らす羽目になったがの。私、あの剣の強さと輝きを見てずっとサードレさんに会ってみたいって思ってたんです。そうかい。はい、あんなすごい剣を作れる人から細工を学べたらどれだけいいかと思って。まあ、ありゃあわしの人生の中で最高傑作と言っても過言ではないからの。あの悪魔の木から削ったんじゃ、優先度はもとより高い。炉で鍛えた方が武器の優先度は高くなるという法則があるものの、あの素材にはそんなものは必要ない。どれだけ鋭く削り磨き上げられるか、ほぼ毎日そのことばかりを考え、あの剣を作ったわい。やっぱり作り手の強い思いがこもっているんですね。あの剣から伝わってきます。おう。サードレさん、私技術は目で見て盗みます。足手まといになるようなことはしないって約束します。どうか教えてくれませんか。そうまで言うなら考えてやらんこともないぞ。おお、よかったなリズ。とはいえまだ決めたわけではない。ジョーちゃんの素質を見極める試験を行ってからじゃ。試験ですか？ん？この近くの山岳で取れる赤稜岩中細工素材があるんじゃがな、そいつをまずは削ってみろい。最初から剣を作るのは無謀じゃし、まずはこれと同じ器の形にしてくれ。ちなみに期限は明日までじゃ。わかりました、やってみます。ありがとうございます、サードルさん。ありがとうキリト、おかげさまできっかけがつかめたわ。いや、俺は店にリズを連れて行っただけだからさ。それよりも俺も一緒に素材を取りに行こうか。赤稜岩だけじゃなくて砥石になるのも必要だろ。ううん、大
丈夫よ。ここからは一人でやれるわ。ん、そうか。結構大変だと思うけどな。大丈夫よ。自分の力で何とかしたいから。それじゃあまた後でね。わかった、応援してるぜ。弟子入りだなんて思い切ったこと考えるな、リス。やっぱり武器への情熱が強いのか。 Never change. Oh, several hours later. リズは今素材を集めて試験の課題に取り組んでるところだろうけど、うまくやれてるのかな。 I mean, she seemed so happy. But 気になるし、様子を見に行ってみるか。おい、リズ。リズ。キリト、ごめん、いるって気づかなくてぶつかっちゃったわ。いや、大丈夫。それより、そんな急いでどこに。リズが手に持ってるのは赤霊丸。形は岩のままだ。もしかして、全く削れてないっていうのか。リズ、それって。見られちゃったわね。いくら削ってもダメで、砥石がまたダメになっちゃったのよ。As I expected, I thought it was going to be harder than she thought it would be. いくら頑張っても全然削れないの。私、細工の才能がないのかもしれないわ。いや、やってみたばかりなんだし、当然じゃないか。いいえ、もう20回は削ったけど、ダメなの。今から砥石をまた調達しに行くわ。それなら俺が砥石を調達してくれよ。リズはここで待っててくれ。それじゃダメなの。私一人でやらなくちゃ意味がないわ。どうしてだ。あのね、私この世界でも鍛冶屋、マシーナリーの職業を選んだでしょ。それは私が鍛冶屋を好きで、どこにいても鍛冶をやりたいって思ったから。でも、あくまでもそれは建前。本当はね、これまでみたいにあんたを支えるための剣を作りたかったからなの。ああ、リズはいつでも俺のために剣を作ってくれたもんな。 SAO でもオリジンでも。ええ、けどこの世界だとあんたにはすでにすごい技者の相棒がいた。きっとそれを超える武器なんて今後も現れないわ。確かに夜空の剣以上の優先度や性質を持つ武器は少ないな。俺が武装完全支配術を使えるのもこの武器だし。そうでしょ。だから私はその剣を磨き上げて、キリトが万全の状態で戦えるようにサポートしたいと思ったの。そのために細工を学ぼうとしたのか。ええ、武器をもっと鍛えたり綺麗に磨くにはその技術が必要だからね。サードレさんが夜空の剣を作ったなら、サードレさんから学ぶのが一番だと思ったし。なるほど、そこまで考えてくれたんだな。ありがとう、リズ。いいえ、私が勝手にそうしたいだけだもの。だからこそこれはあんたに手伝ってもらうわけにはいかないのよ。ちゃんと自分の力であんたを支えたい。私はいつだってあんたの専属鍛冶屋だし、これからもそうありたいの。役に立ちたいからね。そのためにはもっと頑張らなくちゃ。もう役に立ってくれてるよ。リズはいつだって俺のことを支えてくれた。優秀な仲間である前に大切な仲間だ。頑張ってるリズを応援したいけど、俺は笑顔で楽しそうに武器を扱ってるリズが好きなんだ。好き。ああ、武器を扱ってる私がよね。どうかしたか。なんでもないわ。だからリズには笑ってほしい。リズに笑ってもらうために俺もリズのこと助けたいんだ。ダメかな。キリト、ありがとう。それじゃああんたに助けてもらうわ。ああ、実はちょっと案があるんだ。案？砥石素材の窓を開いてどうしたの？リズが砥石に使っている素材の優先度と赤霊丸の優先度を比較してみてるんだ。
赤稜岩の優先度が中、砥石が5。やっぱり砥石の方が5弱いよな。そうよ、本で読んだけど砥石の方が弱くなくちゃ素材が削れすぎたり壊れたりしちゃうみたいだから、ちょうどいい優先度の砥石を探したけどこの優先度のものしかなかったの。なるほどな。それじゃあ8か9ぐらいの砥石を用意すれば問題ないってことか。そんなのあるかしら。ああ、ただちょっと取ってくるのは大変だけどな。行ってくるよ。あ、私も一緒に行くわ。本当か？ここにいた方がいいと思うけど。手伝ってくれるのは嬉しいけど、やっぱり自分の力で成し遂げたいもの。 Obviously, I would expect her to come with. Very strong-willed. まったく頑固だけどしょうがないな。それじゃ一緒に行こうか。ここって何？ああ、砥石ってヤスリみたいになれば何でもいいんだよな。そうだけど、ここにいる獣がすっごい牙を持ってるんだ。前に裕次郎と課外授業で行ったことがあるんだけど、獣に噛みつかれた裕次郎がすっごい怪我してさ、どうにか助かったからよかったものの、気になって刺さった牙の窓を開いて調べたら優先度が9もあったんだ。痛いわけだよな。なるほど、じゃあその牙を使うってわけね。ああ、そうだ。だからここでその獣を探して倒そう。わかったわ。それじゃあ行きましょう。ああ、個体によって優先度が変わってなければいいんだけど。よし、それじゃあ今から俺が処理するから、リズは後ろを向いててくれ。そうね、ゲームと違ってこういうのリアルなんだっけ。アンズルには及ばないよ。俺はなかなかのサバイバーになったからね、リズ君。よし、優先度9。これならちょうどあの硬い岩を削れるはずだぜ。ありがとうキリト、おかげで助かったわ。まだ礼を言うのは早いぜリズ。それじゃ急がなくちゃ間に合わないし帰ろう。ええ、帰ってすぐにやってみるわ。できた。本当だ、確かにあの時見せてもらった器の形になってる。ありがとうキリト、あんたのおかげよ。いや、削ったのはリズだ。本当に綺麗に器の形に細工できてるし、すごいよ。それじゃサードレさんに見せに行くわ。何かの冗談じゃろう。器の形変かしら。やばい、優先度の高い牙を使ったのがまずかったとかか。もしそうだとしたら俺のせいだと言って。いや、ようできとる。できすぎとるぐらいじゃ。そのまさか本当にできるとは思わなんだ。え、わしはの、ジョーちゃんにまず細工の厳しさを教えてやりたかったんじゃ。厳しさ？どういう意味ですか？その課題は普通修練を始めて2月ほど経たないとできんもんなんじゃ。細工師は皆初めはわずかに素材を削るのでも骨を折るもんじゃからの。 So not only did you pass, you excelled. ごめんなさい、白状します。リズ、これを削ったのは少し特別な砥石なんです。獣の牙で優先度が高いのを使いました。それって反則だったりしますか？いや、そんなことは構わんよ。武器を細工できるかどうかは優先度云々の問題ではないからな。
これはあくまでもわしの推測じゃがの、新米の採掘士が皆採掘できないのにはおそらくその思いが弱いからじゃ。見習い時代は皆こんな硬いもんを削って形にできるわけなどないと心のどこかで思ってしまうからの。そんな半端な気持ちで細工などできるはずがない。たとえ不可能に見えようと作れると信じなくてはならんのだ。 You were born to be a blacksmith, Liz. That's essentially what he's saying. なるほど。ここにも真意が関わってくるのか。だから仮にその牙を使っても新米は普通素材を器の形になど作れん。闇雲に削ることはできてもな。でもできちゃいました。そうじゃな。つまりジョーちゃんはよほど強い思いを形にしたということじゃ。強い思い。すまんかった。わしはジョーちゃんのやる気を試すために無理難題をあえて言いつけたんじゃ。そんでジョーちゃんが音を上げた頃にわしが現れ、細工は簡単ではないだがそれでもやるかと問いかけ、ジョーちゃんがやると答えれば教える気でおったんじゃ。そんな計画を立ててたんですか。ん、わかるけどそんなのありかよ。予想外じゃったが、弟子入り試験はこれにて合格じゃ。これからわしの工房に通ってくれ。ジョーちゃんは20年に一人の逸材じゃからの。教えるのが楽しみだ、ボイ。ありがとうございます。頑張ります。試験の合格おめでとう、リズ。まあちょっとびっくりしたこともあったけどな。That really is all Liz needs. It's just that little push, that someone saying, like, you're doing a fine job, you're doing great. And she's like, yeah, I'm doing amazing. Arigatou, Kirito. Sadore-san no keikaku datta to wa kizukanakatta kedo, deshi-iri dekita no wa Kirito no okage yo. Iya, sore wa Liz no omoi no tsuyosa daro. Kono sekai wa imeji no chikara ga mono o iu nda. Dakara Liz no omoi no tsuyosa ga sekai o kakikaete ano utsuwa o tsukutta.俺はそう思うぜ。重いね。確かに思いの強さなら誰にも負けないわ。ああ、リズは本当に細工を学びたいって強く願ってたもんな。あ、まったく分かってないんだから。なんか俺変なこと言ったか。どうかしら。ま、そんなあんただからこそ私の思いも強くなるのかもね。リズ、どういう意味だよ。何でもないわよ。ともかく無事に弟子入りは果たしたし、一刻も早くあんたの剣のメンテをできるよう頑張るわ。お、リズに剣を磨いてもらえるのを楽しみにしてるぜ。 And so let us get back to the story for a little while. どうだった、ベルクリさん。相当危険だな。中は魔獣で溢れてやがる。強引に突破するのは難しそうか。ああ、こっちもそれなりの人数を揃えて倒しながら進むしかないだろうな。一緒に来てくれるか。うん、君が行く場所ならどこへでもついていくよ。私たちはキリトさんの役に立ちたくてこの世界に来たんです。あんたと一緒にいるんだもの、面倒ごとに巻き込まれるのは百も承知よ。お兄ちゃんが行くべきだと思うなら私も一緒に戦うから。ええ、力を貸すわ。まさかとは思うが、俺たちを忘れているわけじゃねえよな。これから俺たちはセントラルカセドラで攻め込む。おそらく最上階にいるのは最高司祭アドミニストレーターだ。ああ、分かっている。氷協会に所属する俺たちが最高司祭殿に剣を向けるなどあってはならない。だがそれは以前までの最高司祭殿の話だ。なぜ
アドミニストレーターに剣を向けることができるんだ。俺たちが忠誠を誓うべき相手はお前さんたちの剣で命を落としこの世を去った。故にカラントで人界に混乱を招き人々の命を犠牲に復活を遂げようとする者は断じて最高司祭殿ではない。だからこそ俺たち聖王騎士はカセドラル最上階へと赴き偽りの支配者を切らないとならねえ。わかった。力を貸してくれ。当然だ。人界守護の任を負った私たちがこの戦いに挑むのは当然よ。セントラルカセドラルをこのまま放っておくわけにはいかんしな。私たちの家を取り戻さないとね。帰る場所がなくなってしまうのは寂しいです。霧がいのある魔獣いるといいな。僕は少し緊張します。でも逃げるわけにはいかない。正義は私たちにある。そう信じている。ええ、同意見です。共に戦いましょう。聖号騎士はアドミニストレーターに対し今なお忠誠心を抱き続け逆らうことはできない。けど蘇ったアドミニストレーターが以前の最高司祭とは別人だと認識することで彼女に対する範囲を抱けるのか。とはいえ彼らにとっては長年にわたり仕えてきた相手だ。特にベルクーリさんにとっては。お前さんは考えが顔に出やすいな。な、確かに俺は最高司祭殿にされてきたことやうんざりするほど長かった一生を思い返してもあの人を恨む気持ちは湧いてこない。むしろ面白い一生だったと思ってるくらいだ。だからこそ長い付き合いだからこそあの人の抱えていた苦しみにも多少は察しがついている。だがあの人はお前さんによってその苦しみから解放されたんだ。だから復活なんてあってはならない。たとえ蘇ったとしてもそれは別人さ。ベルクーリさん。心配するな。最高司祭を語る者と対峙しても手加減するつもりはねえ。わかった。頼むよキリト。私にも協力させてほしい。平気なのか。君はこれから最高司祭に反旗を翻すんだぞ。ああ、わかってる。けどベルクーリ様の言った通り挑む相手は最高司祭様じゃない。これから戦うのは人々の命を奪い最高司祭の名を語る悪人。そうなんだろう。中は危険だぞ。承知の上だ。それに何よりも私はただ一緒に行きたいんだ。友と以前までの自分では持ち得なかった感情だ。お前たちのためにこそ戦うべきだと考えている。それなら俺たちも行かないとな。ええ、もちろんです。みんなここから先は危険だぞ。でもあんただって行くつもりなんだろ。だから俺たちも行くんだ。はい、友人であるメディナさんのために。ありがとうキリト。改めて言う、私と友人たちにも協力させてくれ。ありがとう。これだけの人数がいればきっと最上階へ行けるはずだ。それじゃあセントラルカセドラルへ向かう準備を始めよう。ええ、キリト、出発の際は声をかけてください。キリト、カセドラル突入の準備はどうだ？まだ時間がかかりそうだ。私もだ。みんなも手こずっているようだな。Please tell me there's no more side scenes that have opened up. 魔獣討伐に
王都近郊での暗黒騎士との戦いも重なって王都の物資が不足しているのが現状らしい。それらが揃うまではカセドラルには入れないか。そこでだ、一つ頼み事を聞いてくれないか。何でも言ってくれ。私はこれからいくつかの帝国を回り、冒険者たちの増援が望めないか確かめてくる。 Okay. It's like I understand why she's saying this, etc. それでだ、キリト、お前にも一緒に来てほしい。俺？ああ、お前が王都を離れることは対策本部にとって良くないのかもしれない。だけどこの旅はお前と二人で行きたいんだ。頼む。わかったよ。いいのか？これからもっと忙しくなるしな。気持ちの整理をするには今しかないと思う。そんなメディナに何かあったら俺はみんなに責められてしまう。護衛の意味も込めて俺も行くよ。感謝する、キリト。では早速出発の準備をしよう。 Honestly thought I turned off Discord. Honestly thought I had. Sorry. 必要なものは全部揃ったみたいだな。 What? ああ、これで出発できる。 What? オルティラノス。久しいな。私を覚えているか？もちろん。Is this the guy who killed the cat? Is this him? 中堅学院の生徒か。前にメディナをいじめていた連中だな。隣の男は見覚えがあるが、すまぬな。平民の顔は覚えられないんだ。ああ、構いませんよ。それで、一体何の用だ？釣れないな。学友に街でばったり会ったのだ。声をかけるのは当然だろう。貴様の近況も聞きたいしな。確か魔獣討伐に協力するため一時的に学院を去ったはず。ええ、対策本部に協力し武功を上げるために。武功だと？まったく笑わせてくれる。貴様が魔獣を倒したところでその成果を認める者などいるか？こいつら。貴様は欠陥品なんだぞ。その事実を忘れたのならば再び私たちが思い出させて。その辺にしておいたらどうだ？何？貴様、欠陥品をかばうのか？そういうわけじゃないが、少なくとも彼女の魔獣討伐という行動には敬意を払うべきだ。魔獣討伐が何なのだ？名声欲しさに参加しただけだろう。だとしても彼女たちが戦ってくれているおかげで俺たちは安全な王都で生活を送ることができている。彼の言う通りだわ。お前まで？それにオルティナノスって強いんでしょ？ああ、昇級試験でもいい成績を収めていた。実際に剣技も見たし、あれを否定することはできないな。そうね、私の叔父も褒めていたし。叔父だと？アルティミアス様が欠陥品を褒めていたのか？アルティミアス、例の猫杓子だな。アルティミアス様がそうおっしゃってるんだ。認めるしかないんじゃないか？くっさあ、もういい、行くぞ。それではな、オルティナノス。叔父がまた会いたいと言っていたわ。ぜひ屋敷にまた来てね。ああ。大丈夫か？正直何が起きたのかいまいち飲み込めていない。貴族が私をかばったのか？なぜそんなことが。メディナの努力がオルティナノス家に対する否定的な印象を覆したんだ。まさか
こんな日が来るとは。散々頑張ってきたんだ、当然だよ。少しずつとはいえ、私の努力が実を結び、目に見える変化として実感するのは初めてだ。お前を裏切った私がこんなことを言うのもおこがましいが、今はすごく嬉しい。おこがましくなんてないさ。メディナが自分で手に入れた成果だ。素直に喜べよ。それはそうだが、正直心の中では自分の行いを完全に肯定できてはいなかった。行いってオルティノノスケの汚名返上を目指してたことだよな。ああ、頭の片隅ではそんな未来など訪れないだろうと諦めていた。だからこそ私はあの力やハーシリアンの誘いに惑わされたんだ。でもメディナは戻ってきてくれた。お前たちが諦めずに私と関わり続け、運命は変えられるのだと教えてくれたおかげだ。そんな偉そうなことを示したかったわけじゃないよ。ただメディナなら変えられると思っていただけさ。だからこそ無理をするメディナを放っておけなかった。仲間として頼ってもらいたかったんだ。遅くなってすまない。これからはもっと頼ることになるだろう。ああ、どんどん頼ってくれ。さて、思わず話し込んじゃったけど、もう出発できるんだよな。必要なものは全て揃った。いつでも大丈夫だ。それじゃあ行こうか、冒険者たちへのお礼を言いに。It's a new chapter, everyone.俺たちは東帝国の英氏失踪事件を追っていく中で、蘇りの暗黒騎士を発見。人海を脅かす脅威となる彼らを討伐する。そして暗黒騎士たちが大軍を蘇らせ、王都に侵攻する作戦を察知し、復活の根源を断つためカラントコアを捜索した。結果、俺たちは東の大門でカラントコアと暗黒騎士団長グオンターを発見。仲間たちと共に打ち倒す。その後カラントコアを切り、アドミニストレーター復活に必要な新勢力の吸収を抑えられた。そう安堵するも、感謝を述べつつ現れるハーシリアン。突如彼は聖号騎士全員をカラントに拘束、魂に干渉し何かを回収する。奴の歪んだ思惑でベルクーリさんと俺は剣を交え死闘を繰り広げるも、ベルクーリさんは隙をつき裏切りで奴を切った。だが目的は果たしたと笑うハーシリアン。奴が持ち去ったのは聖号騎士たちの記憶情報だったと判明するも、その目的は不明。そしてついにカセドラル上層部が接続される。それはおそらくアドミニストレーター復活の準備が整ってしまったことを示す。俺たちは人海の脅威となる彼女の復活を阻止するため党への潜入を決意。だが俺はその前にメディナの旅に同行することに。なあ、いいぜ。Oh, goddammit, we're heading to Cliffia. You know I hate it when it does that. 頼む。Yes, yes. Dear, oh dear. Right, that's us done for this part anyway. In the next part, we'll go off to Cliffia. I'm just looking at the top, like... Is there any? There's no side scenes! There's no side scenes anywhere! There's no new ones! Oh, I'm so happy. We'll see you in the next part. Ta-ta for now.